まあ、今ある程度売り上げも高いという状態で、大学生の時に何してたのっていうのを聞いていきたくて、僕が運営してるチームでマックスアジア2位と世界5位まで行きます。1の時間を費やすと1の成果が出ると思ってるんじゃなくて、あれを一般のサラリーマンの子に言うと、青くんさえいなければフリートークは真面目なんで。はい、どうもこんにちは、佐々木です。今回もね、ゲストに中谷くんと松田さんをお迎えして動画を撮っていこうと思います。よろしくお願いします。ちんとまり喋れるからこれでいいかもしれんな。顔だけちんとまりできんのかな何を喋っていこうかなって思ってんけど、大学生の時に何してたのっていうのを聞いていきたくて。大学生から2年半とか3年弱ぐらいはずっと一般の家向けに電話営業をひたすらしました。電話営業？なんでまた？その時期から飲食のアルバイトやってても別に何もならへんなと思って営業したいと思ったんですよ。たまたま見つけたのがその電話営業で、給湯器の訪問販売のアポ取りをする電話営業をしました。なんで営業やろうと思ったの？営業はシンプルに今後何やるにしても営業力はあった方がいいよねっていう安易な考えですね。営業力あったらとりあえず食いっぱぐれないでしょうと思いました。全然その思考にならんかったな。IT やろうと思ってた。 IT はそもそも大学でやってるんですよ。プラスアルファ営業できる人は特にあんまおらんなって思ってました。営業から逃げたかったもんな。 IT とフォロワー数とか発信力やろうってなったから、その時 SNS も別に何もやってなかったんで、もう一個言うとゲームをめちゃくちゃやってて、プロゲーマーなりませんかって誘いが来るぐらいにやってました。何のゲーム？クラッシュロワイヤルっていうゲームがあるんですけど、スマホゲームで普通に世界大会とかあったりするんですけど、僕が運営してるチームでアジア2位と世界5位まで行きました。その2つが一番やってたことじゃないですかね。クラッシュロワイヤル競技人口どれぐらいですか？1000万以上。めちゃくちゃ多いです。奥行くか行かないかみたいなレベルですよね。日本の中で言うと結構でかくて、 FPS 系の大会とかもあったりするんですけど、その辺と並ぶぐらい競技人口的な規模としてでかっきりです。ですよね。それでそのレベルまで行くってやばいっすね。それは今でも生きてると思います。いろいろやり込んだりとか分析しまくったりとか、相手を読み解くのが得意だったんですよね、向こうのオーダーとかデッキまでも5分の3全部当てるみたいな。15人いたうちの5人選抜するんですよ。その5人のオーダーまず全員当てるし、順番も全員のデッキ当てるっていう感じで、それに相性いいやつポンポンってうちのチーム並べてあげたら全勝ちするっていう。ビジネスで結果出す人って、佐古さんのフォーカーで結果出してるのと一緒で通じるものありますよね。事業で結果出す人って知ってればできる系のものに強いと思う。物事って知ってればできると、知ってても熟練が必要なものとに分類されると思って、そのグラデーションはあるんですけど、フォーカーとかって割と知ってればできるの割合が高い、それ系の人は結構強いっすよね。ちゃんと再現性高いものでやる分には結果出やすい、運用層ではないものにってことですね。もうちょっと抽象度上げると、ビジネスで結果出す人はそういうところでも結果出すよ、今言ったみたいな部分じゃないですか。それで結果出せる人出せない人多分いると思うんですけど、どういう要素が当てはまるんですかね。僕はセンターピン掴むのが早いなと思います。早いね。センターピンっていうと借りにくい人もいるかもしれないですけど、もうちょっと分かりやすく言うと、ボーリングがあってボーリングの真ん中のことをセンターピンっていうね、はい、うん今突っ込まなかい。うんじゃないね。真ん中を倒したら全部倒れるよねの、ここを掴むのがうまいってことですよね。どこを抑えないといけないのかっていうのが早いから効率よく結果が出せるってことですね。確かに佐古さんもそういうのがうまいのかもしれないですね。ゲームの時も同レベルの人に比べてプレイ回数は少なかったんです。少ないのに結果が出るってことですね、はい、それよりもそのデッキを分析したりとか、プレイ以外のところをやってたんですよ。他の人らでとりあえずやり込んで上手くなろうとするんですよね。デッキ何出すかっていう相性芸がそもそも大前提なんで、これに読み方は基本的に能力ちょっと負けてるぐらいだったら勝てるんですよ。一定水準の能力いってるんだったら相手に勝てるデッキを当てる方が勝てるよねっていうので、そっちの方が多いからプレイ回数少ないですよ。本質捉えるのめちゃくちゃうまい。佐古さんポーカーの無料勉強会みたいなのを開催された時も、ちゃんと基礎の部分を知ってないとどんだけやってても意味ないよねっていうのが多分そこに集約されてる部分になるかもしれないですね。全部そうですね。僕テレアポもずっと1位争いをしてるところにいたんですけど、その時も家電回数はめちゃくちゃ少ないです。数じゃないと制約率が高い。最初はもちろん数大事なんですけど、はい、一定ライン超えてきたら数じゃなくなるんで、そこを掴むのは早かったですし、空いてる時間も家電せずに他の人にも教えてました。何が悪いとか教えてチームの数字を上げに行ってました。途中からはやっぱ優秀な人って何やらしても本当優秀ですね。例えば100の目的を達成するときに、だいたいみんな1の時間を費やすと1の成果が出るって思ってるんだけど、じゃなくて1の時間を費やすと5の結果が出るようなものがあるはずなのよ。それを最初の10の時間費やしたところで 80% とかまで持っていく能力が多分高いんだと思う。だから結果出してる経営者って雑いんよ。真面目がいいわけじゃないと。
例えるならタスクとしてこの白いテーブルを8割ぐらいの面積を青く塗ったらクリアっていうゲームがあるとします。一般の人は時間かけた分だけ濡れていくはずやみたいな風に正当法で頑張っていくんだけど、絶対に効率よく塗れる方法があるはずやと。100の面積があるとしたら80分かけて8割塗ったけど5分ぐらいで塗れるスーパースプレーみたいなのあるやんけみたいなのに気づいて、雑に8割だけ塗ってはいクリアみたいな感じで次進んでいく。だから雑いね。みんなは一旦刷毛を買ってくるところからスタートして綺麗に塗っていくからそんな遅いよっていう、一旦雑でいいから全体塗るところからスタートしようねみたいな戦い方をすごくやる。よく言う完璧主義じゃなくて完了主義みたいなので、 60% でも出して修正してやりつけた方が結果的に数値高いよねに近いような感じですね。分かっててもできない人多いかもしれないですね。日本人特にちゃんとやらなければいけないマインドの人が、学校で宿題出さなければいけないとか、はい、授業ちゃんと聞いてなければいけないとか、それこそ大学生なら大学の勉強優先でバイトはほどほどにみたいな考え方の人が多い中、普通に飲食店でアルバイトするんじゃなくて人生長期的に見た時に営業能力高い方がいいよねっていうのでそういうのを選んでるわけじゃないですか。今の例えで言うともう一個あると思ってて、順番に倒していくからスピード遅い人と、方法を他にないか考える、それをやって条例ができたらバッてやるってじゃないですか。これのまずやるをやらないから、そもそもやり出すことをやらない人もいっぱいいるなと思ってるんですよ。とりあえずやってみるでゆっくりやっちゃう人もいれば、いい方法ないかなって考えて、それを考えた結果何がいいか分からなくなってやらない人もいると思います。あこさんはちょっとお金払うからどのスプレーがいい、これ終わりっつってそれが基本正解ですよ。ポーカーを学んだ時も一緒ですよね。考え方としてはプログラミング学んだ時とかも情報に対する価値がずれてるなって思う。それこそさ、50秒ぐらいのポーカーの動画で絶対気づかへんこれみたいなあったやん。あれ6万ってすごい安くねみたいな話をしたんやけど、あれを一般のサラリーマンの子に言うと200円でも高いって嘘やろみたいな、かなりずれてんねんなと思った。よくあると思うんですけど、かけてる時間に対してもらうっていう時間を意識する人がめちゃくちゃ多い。例えば動画編集キャンプ2日やって短いのにそんな金額っていうのも最初言ってる人言ったじゃないですか。2日で終わる方がいいでしょっていう、まずスプレーの塗り方これがいいよって教えてもらって、みんながさ100日かけて塗ってる中1日でスプレープシューで終わった方がいいでしょっていう話なんよね。でも教える時間一言言っただけでしょ、そこに高いって言うんでしょ。そこの考えはずれてますよ。そうずれてる。やっぱりずれちゃいますよね。作業の時間を効率するなのか、成果でお金をもらってるのかで全然戦う土俵が違うっていう概念にやっぱ似てるかもしれないですね。フリーランスでも収入高い人は時間じゃなくて成果で収入得てるかなと思うんで、結構学びになる。これフリートークでしたっけ。青くんさえいなければフリートークは真面目なんで。ってことで今回の動画はこんな感じにしようかなという思います。概要欄にですね、僕の LINE マガジンのリンクを貼ってあります。僕の今までの経験をコラボ化したものとかをいろいろ配信しておりますので、そちらを合わせてチェックしてみてください。今の経験って資本主義攻略の裏マニュアルというスライドマイス126万超え、動画数80分超えの動画セミナーをプレゼントしますので、そちらも合わせてチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上になります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。